どこかで泣いてるあの声は、捨てたお腹かお袋か、一人寝る夜の空耳に、しぐれ雨だれ肌寒さ、涙混じりで仰ぐ目に、夢のかけらか流れ星、今もキラキラ目に浮かぶ可愛いあの子の濡れまつげ、前略おふくろ様、お元気ですか？私も元気です。前にいた工場が潰れてしまったので、また仕事を変わりました。それで今月は少ししかお金をくれません。そっちも苦しいでしょうが、どうか辛抱してやってください。来年、いや再来年の巣立ちの花が咲く頃には、なんとか格好をつけて帰ろうと思っています。ではさようなら、拓蔵。遠く手を振るあの影は、可愛い妹弟か、涙トゲに振り捨てて、流れ流されもう9年、ふさわしくない男だってことよく分かってます。はい、俺あの全然教養もないし、面向こうだし、センスも悪いし、喋り方なんか柄が悪いし、こうでもあのそういうやばいこと一切抜きにして、俺好きなんです。それはあの多分変わらないと思うんです。それであのつまりこの海ちゃんがどっかに行っちゃって、長いこと音信不通になっても、でもあの俺
つもおみちゃんを待っていたいんです。もしかしたらそれはずっと先の何十年先のことかもしれないけど、それでも俺ずっと待ってるつもりなんです。その頃深がすっかり変わって、ビルや道路や今と全然違ってるかもしれないけど、きっと誰かに聞いてくれたら、渡辺組の年寄っておじいが、老け果てて、それでも今みたくヘラヘラ、おみちゃんのことをきっと待ってると思うんです。だからどこで何をしててくれてもいいんです。ただいつか何とも辛いことがあったり、それから男と死別して最後一人っきりになったりしたら、きっと深川に帰ってきてください。そんでその時、きっと海ちゃん、今と変わらない海ちゃんであってほしいんです。それで今みたく俺のことをズケズケ、愛してないとか肌に合わないとか、海ちゃんらしいことを言ってくれて、そんで時々梅干しとお茶で二人で、いつか二人でいつか、分かった、もういい、それ自由だな。まあ今日分かった、俺も付き合う。俺はもうあれだ、サブちゃんを待つ。うん、俺はずっとここでサブちゃんを待つ。そして4人であれだ、何するか、若いやつらにうんと嫌われるというか、この年いった頑固な親父になってお前